岡崎太一は奈良県五条市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学生時代に牧野ジュニアーズで野球を始めてから一貫して星を務める。智弁学園高校時代には畑雄二とのバッテリーで活躍。3年生だった2001年には春の第73回選抜高等学校野球大会と夏の 第83回全国高等学校野球選手権全国大会に出場すると選手権大会でチームの準々決勝進出に貢献した高校卒業後は社会人野球の松下電機に入社後にプロでもチームメイトとなる久保康友と元バッテリーを組みながら強権を武器に活躍した2004年の NPB ドラフト会議自由獲得枠で 地元球団の阪神タイガースに指名。1億円に、出来高分の5000万円を加えた、契約金と年俸1500万円という最高条件で入団した。入団当初の背番号は27。2005年、ウエスタンリーグ公式戦48試合に出場。2軍の保守では、カノケ介スケに次いで、出場機会が多く、打率。290、出塁率。 360という好成績を残した。また、通算で29本の安打のうち、二類打を4本、三類打、本類打を2本ずつ放った。その一方で、マスクをかぶった9月25日の対、中日ドラゴンズ戦では、中日の打者、マクタケンジが空振りから振り戻したバットが右肩を直撃。乱闘騒ぎにまで発展したが、右肩は後に感知している。2006年、 前年に続いて、ウエスタンリーグの公式戦で、カリノに次ぐ64試合に出場。規定試合数に達した保守では、リーグ唯一の無失策だった。打撃面では、前年を上回る4本塁打を放った一方で、打率や出塁率などが前年を下回った。2007年、ウエスタンリーグ公式戦54試合に出場したが、ほとんどの面で前年より、打撃成績を落とした。 守備面でも、清水誉れ、橋本良平の両新人が、積極的に起用されたため、保守としての出場は20試合で、一塁一種としての起用も多かった。シーズン終了後には、12月1日に結婚する、一方で、背番号を57に変更している。2008年、前年まで保守だった、浅井亮の外野コンバートや、故障による狩りのので遅れなどを背景に、 ウエスタンリーグ公式戦41試合に出場。しかし、清水が聖捕守格として定着したため、捕手としての出場は23試合にとどまった。また、前年に続いて、打率が2割台の前半で低迷した。2009年、松下電機時代にバッテリーを組んでいた久保が、千葉ロッテマリーンズから移籍。岡崎自身も、一軍の聖捕守。 矢野照ロが故障で開幕に間に合わなかったことなどを背景にプロ入り後初めて開幕を一軍で迎えた。4月4日に東京ヤクルトスワローズとの開幕カード第2戦でスタメンマスクのカリノに代わる2番手星として1軍デビュー。4月7日の対広島東洋ガープ戦では移籍後初登板、初先発の久保とのバッテリーでスタメンに起用されると一軍初安打を含む 猛打賞と一軍初打点を達成した。シーズン通算では一軍公式戦12試合の出場で打率357を記録。ウエスタンリーグ公式戦でも47試合の出場で打率321本塁打17打点という成績を残した。2010年、シアトルマリナーズから移籍した城島健治が一軍の正捕手に定着。 矢野に加えて、小宮山真司も、第三保守として一軍のベンチに入る機会が増えた。影響で、岡崎に一軍昇格の機会はなかった。ウエスタンリーグ公式戦では、56試合の出場で、打率、262、日本塁打、13打点という成績を残した。2011年、FA 県の講師によって移籍した、藤井明人が、 故障で戦線を離脱した城島に代わって一軍の正捕手に定着。小宮山も第二捕手として出場機会を増やしたため岡崎は7試合にしか出場できなかった。ウエスタンリーグ公式戦には25試合へ出場。打数は少ないながらも打率392、1本塁打、7打点を記録した。二千十二年前年に続いて一軍の正捕手に 藤井第二保守に小宮山を起用。シーズン中に保守の今成良太が北海道日本ハムファイターズから移籍したこともあって、岡崎の一軍公式戦出場は19試合にとどまった。ウエスタンリーグ公式戦では32試合の出場で打率2214打点という成績を残した。2013年、 日高剛が FA 県の講師によって移籍したため、一軍の保守陣を、正保守、藤井、第二保守、日高という布人に変更。シーズン中に、日高が故障で一軍を離れてからは、清水誉れが第二保守として一軍に定着した。この影響で、岡崎には3年ぶりに一軍公式戦への出場機会がなかった。ウエスタンリーグ公式戦でも、十八試合の、 出場で打率、152、2打点にとどまった。2014年、久保の FA 遺跡に伴う保証措置で加入した、鶴岡一世や、新人の梅野龍太郎が一軍に定着。いずれも、藤井と併用されたため、岡崎には2年続けて一軍昇格の機会がなかった。さらに、ウエスタンリーグ公式戦でも、一軍での実績が岡崎を上回る小宮山が、 正保守格として起用。岡崎は途中出場を中心に四十六試合へ出場すると、共に打率二百四十四一本塁打、七打点という成績を残した。二千十五年一軍で開幕からスタメンマスクを任されながら不調に陥った梅野に代わって五月三日に出場選手登録を果たした。五月四日の対中日戦に二番手保守として三。 シーズンぶりに一軍公式戦へ出場。打席にも一回立ったが、二日後の5月6日に登録を抹消されたため、一軍公式戦への出場はこの試合だけに留まった。その一方で、ウエスタンリーグ公式戦では30試合の出場で打率286を記録した。2016年、前年の周期キャンプでの動きが新任の首脳陣に高く評価されたことから、 春季キャンプを一軍の沖縄組でスタート。聖保守格で自身7年ぶりの開幕一軍入りを果たした。3月25日には中日との開幕戦に8番保守としてスタメン出場。阪神ハイノキの保守としては球団史上最も遅い入団12年目で初めて一軍開幕戦のスタメンマスクを任された。この試合で一軍公式戦自身四年ぶりの安打を 記録すると、3月26日の同カードでは、敵時代によって、自身7年ぶりの打点を挙げた。4月10日の対巨人戦では、5回表1四万塁の打席で放った2.2塁打によって、1軍公式戦自身初の長打を記録。打力で勝る原口文人が1軍の正捕手に、抜擢された5月以降も、ランディ・メッセンジャーやノーが先発する試合を中心に、 随時スタメンへ起用されていた。しかし、7月12日の大東京をヤクルトスワローズ、戦で左手の右貼骨を骨折。7月14日に出場選手登録を抹消されると、7月15日に骨折部分の除去手術を受けた。8月にウエスタンリーグ公式戦で実戦に復帰したが、自身の戦線離脱中に、 新人の坂本誠志郎が一軍に抜擢されたことなどから一軍への復帰までには至らなかった。しかし一軍公式戦全体では自己最多の38試合に出場。打率は200ながら安打数、打点、ギダなどで自己記録を更新したほか一軍初の劇や盗塁も記録した。2017年2年連続で開幕一軍入りを果たすと 開幕戦からしばらく、スタメンマスクを梅野に譲りながらも、一軍公式戦に随時スタメンで出場。甲子園球場での対北海道日本ハムファイターズ3連戦では、第2戦以降のチームの2連勝に貢献したことから、2日連続で試合後にヒーローインタビューを受けた。8番、星としてスタメンに起用された第2戦で、 逆転の2点本塁打や、自身8年ぶり2度目の猛打賞を記録したことや、途中から出場した4日の最終戦、延長11回裏の打席でサヨナラアンダーを放ったことによる。プロ13年目で記録した1軍初本塁打は、NPB の1軍公式戦に出場した野手の、在籍年数では、石山和秀に次いで2番目、打席に立った。 経験のある投手を含めれば3番目に遅い、初本塁打であった。一軍公式戦への出場は、前年を下回る34試合で、スタメンマスクを任される機会も減ったが、打撃面では通算で2本の本塁打を記録。シーズン終了後の11月21日に臨んだ、球団との契約交渉では、2年連続で年俸の増額提示を受けた末に、 翌2018年の契約を公開した。この公開による翌年の推定年俸は1700万円で入団13年目にして入団時の年俸を初めて上回った。2018年、梅野が一軍の正捕手に定着したことや原口が代打を中心に打撃面で好成績を残していたことなどから一軍公式戦への出場機会が6試合にまで減少。3試合で スタメンマスクを任されたが、通算13打席で一本の安打も放てずに、シーズンを終えた。しかし、球団からの戦力外通告を覚悟したというシーズン、終了後の契約交渉では、推定年俸1500万円という条件で契約を、公開。球団からの原稿提示を受けての公開ながら、球団幹部からは、来年も頑張ってほしいという言葉で激励された。 2019年、開幕1軍登録をはじめ、レギュラーシーズン中に3度の出場選手登録を果たしながら、チーム事情などとの兼ね合いで1軍公式戦への出場を見送られた。ウエスタンリーグ公式戦でも26試合の出場で、打率125にとどまったが、シーズン終了後の11月20日に、推定年俸1300万円という条件で、契約を公開。 2005年の入団以来16シーズン連続で阪神へ在籍することが決まった。16シーズン連続の在籍は2020年も現役で阪神に在籍する選手では最も長かった。2020年一軍の保守陣が梅野、坂本、原口文人に事実上固定されたことなどから一軍昇格の機会がなく、 ウエスタンリーグ公式戦でも29試合の出場で前年と同じ打率にとどまった。レギュラーシーズン最終盤の11月4日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。この引退で2005年の優勝と岡田政権時に在籍していた選手が阪神から全滅した。 2021年からは、阪神球団の編成本部に所属。プロスカウトとして活動している。二類への早球で1.86秒を計測するほどの強権が武器。その一方で、阪神への入団直後から打力の低さを指摘されてきた。2012年3月13日には、ヤクルトとのオープン戦で、1打席の間に3本のバットを折っている。 2015年の秋季キャンプでは、一軍監督に就任したばかりの元チーム名と金本智明の指導で十分に間を取ってからボールを弾き返す打法を体得。2016年の春季キャンプでは、金本が明らかに別人と表現するほどにまで打力を高めている。ちなみに、金本は岡崎が入団13年目の2017年に1、 軍公式戦初本塁打を放った日本ハム戦の試合後に、唖然として何が起きているのかわからなかった。今日の活躍が生涯最高で、最後にならないように頑張ってほしいとのコメントを残している。阪神への在籍期間は16年に及んだが、自由枠で入団したにもかかわらず、一軍公式戦には通算で119試合の出場にとどまった。 一軍公式戦へのデビューを果たした入団5年目以降に、レギュラー格の保守型球団から相次いで移籍したことや、一歳年上の加ノ・圭介や、後輩の原口、梅野、坂本が岡崎をしのぐ打力で一軍へ定着したことなどによる。岡崎自身は、入団3から4年目の時点で、戦力外通告を覚悟していたとのことだが、実績のある選手の補強に関しては、 ずっと結果を出せずにいた自分の責任だから、自力でコントロールが可能なことだけに目を向けると割り切って、自分へ妥協せずに努力を続けた。現役生活の終盤には、7つの習慣の熟読を通じて、野球に対する自分の考えや努力が間違っていないことを確信。1軍から遠ざかっていても、2軍の練習で自己流のルーティンを貫いた。ありがとうございます。